あー食いすぎた。そうじゃなくって、いやこのロードバイクね、もう7年くらい乗ったんですかね。1万円でね、ヤフーオークションで買ってね、栃木か茨城どっちか忘れましたけど、わざわざ軽トラックにね、運んできてもらいましたね。もともとはね、宮田の青いロードバイクだったんですけど、それでもね、流用してるパーツは、ステムはね、短くしたのかな。これ当然フレームは、で、自分でね、剥離剤で剥離して、塗装したんですけどね、クリアも塗ったんですよ、一応ね。でも結局ね、こうなっちゃいましたね。ウレタン、2液タイプのやつでも塗ったんですけどね。まあ難しいですね、塗装って。まあ僕が下手なだけなんですけど。で、まあブレーキは変えたんですけど、で、ホイールはね、もともと、この WHR500 の古いやつですね。非常に古いやつ。これがね、もともとついてましたね。だから、ホイールとフレームだけですかね。あと、クランクね。スギノかなんかのやつですね。インナーがね、珍しくっていうか、昔はどうだ、これが普通だったのかもしれませんけど、40いくつのがついてるんですよ。30いくつとかじゃなくて。でもそこの40いくつついてたおかげで、フロントシングルみたいな使い方、まあ、リレーが取っ払ってるんですけどね、フロントシングルみたいな使い方できてすごい良かったですね。で、これももともとついてましたね。で、スタンドね。で、これもホイール当然、そう。もともとのやつで、これちょっと黒いんですけどね、ちょっとね。汚いのはね、気にしないでください。チェーンね、変えたかな一回変えたな。うん。で、まあ、ティアグラは変えて、これはね、買ったんですよ。全然固定できないんで、もうサドルのね、なんだろう、シート?サドルのね、角度が全然固定できないからね、シートポスト買ったんだけど、径が合わなくてね、径調べなかった。ピントが全然これ。径が合わないからね、グラインダーで削ってね、細くして、突っ込みましたね。そんな思いで。あ、このシートは当然変えました。というわけでね、こいつを、申し訳ないけどね、バラして、売っちゃおうかなっていうね、ことですよ。あ、そうだ、一番特徴的な、皆さん、おのおのでね、モザイクかけてください。見るとこと見ないとことね、僕、めんどくさいんで、取っ手出しですから。これは、当然買って、一番特徴的なここを紹介するのを忘れましたね。ハンドルの、これはね、アメリカから買ったんだね。安かったんで、円高の時買いましたね。昔はね、78円とかやってましたからね。買って、細いやつですね。だからというかね、あえて細いやつ買ったんですね。このシフターが使うため。これフロントね。ちなみに僕は右前にしてますね。これはぶっ壊れてるパーツで気にしないでください。カチカチ、カチカチ。非常にいいですよ、このエビホーンね。エビホーンの紹介はね、また後でね、するんで、そっちをね、汚ねえな、奥は見ないでくださいね。そっちもね、概要欄にリンク貼ってるかもしれません。もしかすると管理に出てるかもしれません。わかんないけど、非常にこのシステムはね、超おすすめ。ブレーキの安定性半端ないですから、ね、売ります。で、回してくれという意見があったので、回します。はい、記念にね、重さを取っていこうかなと思って、ペダル外しちゃってます。ただまあ、スタンドもついてますし、あんまり細かいのは気にしないということで、チェーン外れてるんですけど、手に持ってます。ここにチェーン入ってます。で、僕の体重がね、73。
ね、ナルセさん、危ない。もうこれ2回目なんですけど、これね、乗ってるとね、固定されちゃうんです、はい、73ね、はい、73プラス持って、だいたいね、10点、はい、軽くなったらさっきより 10.4 キロだから、案外ね、軽かったですね。僕12キロくらいあんのかと思ったら、はい、黒森軽いですよ。アルミのエントリーでフロントカーボンでもだいたいね10キロとかそんなものだったりしますからね。強気で